9日バレーボール女子全日本選手権ファイナルラウンド2回戦、トーレさん、仁青学大、東京、武蔵野の森総合スポーツプラザ。トーレが苦しみながらも青学大をフルセットの末に下して、準々決勝に駒を進めた。司令塔、関七海、24、は、涙を両目にためながら、V リーグで優勝を狙うチームとしては、本当に足りない試合だったなと思う、と絞り出した。 主力が抜けた新チームは若手主体で、勢いがある分、流れが悪くなると引きずってしまう傾向にある。こうなる弱さがまだある。私たちの現状がこれ。もっと強くなれるし、今日勝ったから OK、と思って終わるチームなら、勝てない、と受け止める。青学大については、本当にいいチーム。コートの中でみんなで鼓舞して、勝つ、勝つ、って言っている姿を見て、 今の私たちに足りないのはこういうことだなと。逆に教えてもらいました、と語った。日本代表として出場した今週のパリ五輪予選で出場権を得られず、勝てるセッターになると誓いを立てた。私が思っているよりも、みんなが私を見ている。コートの中では厳しさを持ちながら、私が率先して喜ぶ姿などを見せていきたい、と懸命に前を向いた。 中日スポーツ